ジョチューブです。今日はですね、3種の、高円宮杯クラブスじゃねえや、中学生の高円宮杯の、ちょっと勝ち上がりについてグループごとに報告をしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。で、多分小学生の方なんかは見てる人が多いと思うんで、自分の行くチームが出てたりとかする場合はね、ゲーム見に行ってもいいかなというところでお話をしていきたいと思います。で、スコアとかはね、詳細はちょっと伝えていかないんですけども、どことどこが対戦、次するんじゃないかと、そういう報告だけできればいいなと思っておりますので、よろしくお願いします。はい、じゃあまず A ブロックの方から見ていきたいと思います。一応今3回戦、日程によりますけど2回戦3回戦ぐらいまで終わってて、一応 A グループの勝ち上がりでいうと、フトゥーロとオールジーさんがこのブロックのベスト8かなまで来てて、あとはドリームスとテアトロさんが次試合ですね。これ面白いんじゃないですか、ドリームスさんとテアトロさんの試合は。結構激アツだと思いますよ。これ多分、このグループでね、どっちが出てももうおかしくないというか、それがここで当たっちゃうのはちょっとね、もったいない気もするんですけども、見に行けたら、行ける方は行った方がいいのかなと思っております。かなりハイレベルな試合になるんじゃないですかね。あとはオルテンシアさんと無限さんも対戦決まってますね。相模原対決かな。1個前の試合どっちも PK で勝ち上がってきてるんですね。でもう一つの対戦がまだ出てきてないんですけども、コラソンとエッサガさんの勝った方が中大連枠と試合っていう形になってますね。はい、じゃあ次は B ブロックを見たいと思います。 B ブロックはチャンプさんとレオビスタさんがこのグループの8掛けでやります。3回戦でやりますね。チャンプさんはここで初戦ですね。レオビスタ強、6-0、7-0で勝ってきてますね。ビアージャさんとアンドローさんと GS さんの勝った方がやるようになってます。であとは横浜栄さんと中大連枠のチームかながゲームになってて、あとはマメドとファサネイトとリーブレさんの勝った方が試合みたいな。ファサネイトさん、これ多分1期生の代かな。リーブレさんもいいチームなんで、どっちが勝ってきても、マメドさんとはいい試合になりそうですね。これ1個、もう1個山進んだら面白そうですね。でもこうチャンプとレオビスタさん勝った方がビアジャと試合するの。ビアジャが勝つか分かんないか、まだ。でもここも結構激戦だな。はい、じゃあ次 C ブロック行きたいと思います。C ブロックはザマ FC さんと横浜 FC 戸塚さんが決まってますね、3回戦で。であとは横浜 FC 鶴見さんと和光さん、和光さんシードなんで初戦になりますね。横浜 FC とつかもか。であとはオズエスペランサさんと中大連枠、美大サマさんとバディさん、バディはこれ3年生がいる方のバディかな。そうですね、ここから登場になってますね。これもし横浜 FC 勝ったら横浜 FC 対決になりますね。はい、で D ブロック、 D ブロックはアイバンスと SCH が3回戦、 SCH は初戦です。あとはシュートとメリッソさん、シュートさんは初戦、メリッソさんは勝ち上がってきてます。であとは中大連枠と足柄さんとヤマトゼーレかなが勝った方と、ベルマーレイーストとパルピターレとビクトアラさんの勝った方が試合になってます。ベルマーレイースト、はい、アイバンスと SCH って去年14リーグで多分やってますよね。決勝戦かなんかでアイバンス勝って優勝してますけどね。これも面白いカードなんじゃないですかね、結構。はい、次 E ブロック、E ブロックは3回戦エスペランサさんとスウェルテ茅ヶ崎さん、エスペランサさんは初戦ですね。で、カナロアさんとジュニオールさん、カナロアさんは1回戦から勝ってますね。さすがですね、黒さんで。横浜ジュニオールさんも勝ち上がってきてますね。こう結構面白いな。次はセアインターさんと
ベルマーレウエストと中大連枠の勝った方ですね。5-1 で FC 湘南に勝ってんだ、はい、あとはシーガルスさんとカルペとトドロキさんの勝った方ですね。ここも結構面白いと思うんですよね。トドロキさんもカルペさんもこの台多分そんな悪くなかったと思うんで、はい、まあ以上になりますね。まあ順当といったらあれですけど、あんまり番狂わせはなかったかなって思ってますね。やっぱ力のあるチームとか、まあ、長くやってるチームとか、最近こう上り調子のチームがやっぱ上に来てるかなっていう印象になりますね。でまあ調整する時間が短かったんで、少しまあかわいそうですよね、今年の代の子たちはね。まあ、一発勝負になっちゃうし、まあリーグ戦もあるけど昇降格が今年なかったんだよ確かな。そういう風になっちゃうとね、まあどのタイミングでこうやってきたことを発揮するかみたいなとこすごく難しくなるんですけども、まあ僕は指導者としては、まあ、この大会もそうですけどね、まあ、サッカーできる喜びをこう感じながらね、怪我なく半年間しっかり積み上げができればいいかなと。まあ、この学年たまたま3年生ですけどね、まあ、高校3年生も2年生も1年生も、まあ、中学校 1,2 年もそうですけど、まあ、どの年代にとってもね、あの3ヶ月4ヶ月はサッカーできなかったんでね、まあ、みんな一緒かなとは思うんですけど、はい、はい、じゃあまた週末のね予定がね、あの神奈川県サッカー協会の3種の大会部会の方に載ってますんで、まあ、場所によってはね会場入りができないところもあるんですけども、まあ、見ても平気な場所もあると思うんですよね。まあ、6年生とかはチーム決まってたりとか、まあ、これからセレクションを受けに行くチームがあるとかね、まあ、そういうのがあれば見に行ってもいいと思うし、まあ、3年生中3ぐらいになったらこれぐらいの強度の高さでサッカーしますよとか、そういうのを見るのにもいい仕様になるかと思いますので、まあ、ぜひ会場に足を運んで見れるときは見に行っていただければいいかなと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。